ありえない。そんなの嘘よ。あなたや姉さんみたいに強ければ。どうか生きて。すまない、俺もザーリアの異常に気づかなかった。少なくともザーリャの力を信じることはできる。あの子はそう簡単に屈しはしないだろう。効力を吸い取られた上で激しい戦いの最中に氷柱を作って俺たちを逃がせるほどの余裕があったんだ。危険な場所に一人で踏み込む勇気のある子だ。そう簡単に自分の命を捨てることもないだろう。ここは北境の北西側の境界からさらに離れた場所だが、幸い君がいるから多分大丈夫だろう。一番近くにいるウサギを感知してくれ。そうだ、白い毛皮の小型動物で耳が長くてこのくらいの大きさで、どんなものか知っているなら問題ない。南東の方向を、距離はよくわからないから探してみてくれ。何？もう見つけたのか。感知能力ってのはすごいな。間違いない、あの方の仲間のはずだ。すまないが、山の精霊様のところへ行って失われた遺跡と北境の子を見つけたと伝えてくれ。そうだ、彼女の話から考えると、あの遺跡は炎のエネルギー供給施設だったに違いない。そして炎は北境の守りの源であり、王室の契約の媒体でもある。北境にとって最も重要な遺跡だ。要するに北境全体を暗鬼の侵入から守っている灯台も炎の一部ということさ。それは山の精霊と女王陛下しか知らないことかもしれないな。みんな私についてきて。うつろなる瞳。怖がらないで。これが本当の私。準備が現実を引き裂いてやる。容赦しない。
そう、信仰は永遠。震え上がれ。もう恐れることはありません。できたわ。我が一族の位置をうなれ。当たれ。いつでもここにおりますよ。用意はできています。尋問を誰一人逃がさない。容赦しない。判決有罪。信仰は永遠。震え上がれ。もう恐れることはありません。我が一族の地をうなれ。準備が現実を引き裂いてやる。怖がらないで。これが本当の私。お待ちしておりました。サンナの霊杖よ、力を与えたまえ。判決有罪。苦しむ、納得む。もう恐れることはありません。後戻りはしない。効力が足りないわ。攻撃が効いてない。この降霊、おかしいのは見た目だけじゃない。話し方や行動パターンも。それにさっきからずっと聞きたかったの、あなたの声。どうして姉さんと一緒なの。私のここ声はアリーナの、ここ声。姉さんに会ったことがあるの？姉さんに何をしたの？彼女と、会ったことがあります。契約しました。臨時の契約を。エネルギーキャリアとなって、最大限の駆除プロトコルを実行し、暗鬼を撃退すると。どういう意味？彼女が、ここに来て、私を発見したのです。外は暗鬼だらけで、彼女は効力が尽きて、私はここを離れられませんでした。事態は切迫していたため、アリーナはここにある全ての効力を受容し、危機キャリアとなるのが唯一の道でした。暗鬼の群れに対抗するために姉さんをこの遺跡の効力の入れ物にしたってこと。高齢の体がそんなエネルギーに耐えられるの？いいえ、不可能です。彼女は自分が
き犠牲になると理解していました。いいわ、これしか方法がないなもの。本当によく考えましたか。あなたはここを長い間守っていたのでしょ。もう十分よ。今度はあなたに守られていたこちらが助ける番よ。それに私には妹がいる。妹が生きている世界を守りたいの。あなたの勇気に敬意を表します。では開始しましょう。ありがとう、美しい極光の精霊さん。後のことはお願いね。しかし私はあなたに生存していてほしいと思考しています。私にとって初めてできた地上の高齢の友人ですから。計算開始。あなたが生存できる方法は。それで姉さんは犠牲になったの。アリーナ意識モジュールにエラーが発生しました。ささ再起動を試みます。姉さんは極光爆発からみんなを、私を守るために。勝った、私たちが勝った。